航空業界全体でも人手不足って言われてるじゃないですか、はいはいはい、2030年問題航空業界のおお、なんだこれ、さっきよりすごいじゃないですかキャプテン芝生に向かってます。あ、でも行けそう。大丈夫ですか。最後飛行機をまっすぐに。足が震える。石原伸晃。ちょっと入ってみましょう。すいません、はい、こんにちは。ありがとうございます。こんにちは。商談系はお忙しいです。ありがとうございます。よろしくお願いします。この施設シミュレーターをやろうと思った動機は何なんですか。もともと実は私パイロットになりたかったんですよ。でもう本当に小さい頃からそう思っていて、ただ、例えば勉強ができないとか、そういう大きな壁が自分の中ではあったので、自然に諦めちゃってたんですよね。でただ全く別の業種で、サラリーマンとして働いてきていたんですが、やっぱり何かこう飛行機に携わりたいというふうに思ったので、航空業界全体でもその、はい、どの業界もですけど、はいはい、人手不足と言われてるじゃないですか。そうですね、はいはい、よくね2030年問題なんてよく言われる話であり聞く話だと思うんですが、パイロット不足っていうのはもう今現時点も、ある状況で、今だから人を集める、また人を育てる、これはもうどこの航空会社さんも、かなりのご苦労があっての現在だと思うんですよね。だからその、ほんの少しでもお手伝いをできればなと。なるほど。今だからちょっとこうただのアミューズメントではなくてスクール的な、事業展開をと。現役のパイロットの方々がいわゆる自主トレーニングですね、そういうスタンスで来られる方もおりますし、お客様の層っていうのはめちゃめちゃ幅広いんですよ。ちっちゃい子もいるんですか。ちっちゃい子もいます。だからコックピットに入った瞬間、うわーっていうあの子供の目、顔つき、もうあれを見るとやってよかったなって思いますし、せっかくなんで石原さんにも体験、いやこれもぜひぜひ体験していただくしかないですよね。今日はラグジュアリーフライトにようこそおいででございます。飛ぶぞ。似合いますね。おお、なんだこれ、さっきよりすごいじゃないですか。おっと、これは旅客機です。やば、これはあのエアバスっていうメーカーが作っている A320 っていう飛行機です。エアバス自体はもうそれこそ日本航空さんとか全日空さんとか使っている世界に名の知れたブランドの飛行機でございます。教官どっち座るんですか。私は何て言うんですか、左側の機長席ですよ。いやこれやば。普通飛行機って言ったら操縦桿なんてね、ハンドル思い浮かべるじゃないですか。ないんですよ。おっと、このサイドスティックでコントロールします。はい、左右っていう感じでこう動かす。で、はい、上はこうです。上下、そうすると今ここ動くんですけど、こう翼がパタパタ動きます。エルロンとか呼ばれてますよね。エルロン、はい、風を受けて飛行機の向きが変わるっていうスタイルです。ただこれは風を受けて向きが変わるので空中で有効です。なるほど。地上ではこのラダーペダル、これを使って飛行機の前のタイヤを直接動かします。あ、これ前のタイヤを動かすんですか。はい、で、かかとを床につけまして、つま先でペダルの下をコントロールしていただくような流れ。上踏んでしまうとこれブレーキなんですよ。あ、はい、なので、右のブレーキ左のブレーキ、右のタイヤ左のタイヤって使い分けをしてるんですけど、ブレーキ引っかかってしまうとあの離陸なかなかできなくなってしまうので、はい、なのであえてブレーキを踏まないようにペダルでコントロールします。で途中、国会議事堂だったりとか、はい、永田町とかその辺も回りつつ、はい、そこに墜落しないように頑張ります、はい、今これがスピードメーターです。逆だ、はい、ちょっと右足、ナイス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 出発、ナイス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 、いきます。オッケーです、オッケーです。これが140ノットになったら離陸します。外見ながらゆっくりサイドスティックを後ろに引いてってください。オッケーです。で浮き上がったら力抜いちゃって大丈夫です。オッケーです。ですかさずキャプテンタイヤしまいます。引きながら後ろに、あ、ごめんなさい、上にかちゃん。オッケーです。これでだからちょうど3000フィートだから、はい、で水平にします。オッケーです。あ、キャプテンちょっと下がりすぎたかもしれないです。キャプテン昇降系って聞いたことありますか。これ いえ、この緑の針が上向いてると上がってるぜ、下がってるぜ、水平だぜって意味になります。この音はプルアッププルアップって言ってるわけじゃないんですね。はい、3000フィートから一定以上外れてしまうと警報が鳴ります。ああ、今のは警報なんですね、はい、で今3000に戻してくださったんで鳴りやみました、あれ国会議事堂です。見えるかな。ちょっと左に傾けていただけると分かると思います。あ、見えました、はい、あんまり近づくと
浦安の方を経由してディズニーランドを通ってから右に行きます。そのテーマパークの近くに行くタイミングでキャプテン高度2000フィートに落としてほしいんですよ、はい、でかつ着陸態勢に入りますんで、うわ難しいな、もう一回ベルトサイン鳴らしてもらってもいいですか、うん、前に、はい、で OK です。ちょっと早いですけどタイヤ出します、はい、引きながら下に OK です。ありがとうございます。でタイヤ出した時には必ずこの緑のランプが3つついてるかどうかを確認します。タイヤがのあつきました、そう降りてロックされたことにならないので。でキャプテンこの後滑走路は5時の方向になりますので、はい、結構タイトに曲がります。これは何度までバンクしていいんですかね。一応民間機なので、30度まで、30度まで、ね、そろそろいいですか。はいお願いします。 OK ちょうど今2000です。さすが俺はパイロットにはなれねえな。なんでですか。足が震える欲を言えばあの白い点々にタイヤつけたいです。高さ完璧。キャプテン芝生に向かってます。芝生ですって。あでもいけそう。大丈夫ですか。うまいすうまいすうまいすうまいうまいうまいおうまい。最後飛行機をまっすぐに。ナイスナイス。 OK キャプテン右手でパワー持ってください。これを後ろに引きます。 OK でさらに後ろに逆噴射 OK です。で足を使います。今逆噴射中。遠くを見ながら遠くを見ながら OK です OK です。この白い横線が滑走路あと半分あるよって意味なんで。おなんとか止まった。ナイスランベー。ありがとうございました。いやお疲れ様でした。お世話になりました。ありがとうございます。ありがとうございました。さっき教官の方からも社長の方からもお話があったんですけども、2030年問題、労働時間、まあ、建設業もそうなんですけども、全ての業界にあるんですね。生産年齢人口が少なくなってますんで、まあ、特にパイロットってのは技量を獲得するまでかなりの年数かかりますし、誰でも適性があるわけじゃない。飛行の便はどん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 便利になって、何度も何度も小さい飛行機で輸送するような形になってますんでね、パイロットの数がやっぱり足りない。それがまあこういうシミュレーターの中で、おし僕もパイロットになると私もなるわみたいなね、お子さんがこう増えてくると、我々の旅行はより快適に、また志の高い子どもたちが子どもの頃からやろうと、こういうことで思っていただければ安心ってできるんじゃないのかなと、そんな感想を持たせていただきました。でももう冷や汗冷や汗ありがとうございました。